ブランキサ・ミハイロビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナのブルチコ出身で、セルビア国籍のバレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカー。2012年からセルビア代表。ボスニア・ヘルツェゴビナのジュニアナショナルチームに選出された。経験がある。セルビア国籍を取得。2012年から、セルビアナショナルチームでプレーすることを認められた。同年のワールドグランプリやロンドン五輪に出場した。 2013年のワールドグランプリでレギュラーに定着し2大会ぶりの銅メダルを獲得すると自身もベストウィングスパイカー賞を受賞した2014年11月24日 V プレミアリーグの久光製薬スプリングスに入団2015年8月から9月にかけて開催されたワールドカップにおいてナショナルチーム準優勝に大きく貢献し2016年 リオデジャネイロオリンピックの出場権を獲得すると、共に、自らもファーストベストアウトサイドスパイカー賞を受賞した。2016年8月のリオホリンでは、銀メダルを獲得した。2016から17シーズンからは、中国スーパーリーグの天津牧会銀行に移籍した。2017年6月、V プレミアリーグの JT マーベラスへの入団が発表された。 同年のヨーロッパ選手権で金メダルを獲得し、自身もベストアウトサイドスパイカー賞を受賞した。2017-18シーズンの V プレミアリーグでは JT の準優勝に大きく貢献し、自らも関東賞、ベスト6賞を獲得した。 http://www.nowbost.rs/vesti/sports.297.html コロンススララッッシシュュスラッシュスラッ378375ブランケカミハジロビクモゼダイグラザスバイジュハット http ブラコネットスポーツバーチコミハジラバイスバユージャスのチコレジ html ハット V リーグ機構選手詳細 2014年11月25日閲覧。日本バレーボール協会。中国とセルビアが、リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得。火の鳥日本は5位で、女子大会閉幕。FIVB ワールドカップ2015。2015年9月7日閲覧。2017、18V プレミアリーグ女子。大会最終結果。V プレミアリーグ。 2018年3月25日閲覧。ありがとうございます。